皆さんこんばんはモナ・リザ・クロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん今日は雑談になります。このニコン DF とポートレートっていう感じかな。まあ今はね私の撮影ポートレート撮影はもうこの α 7ー 今は R5 ですけどもこれを使って撮影していますやっぱりこう瞳 AF が優秀なカメラを使うともう手放せなくなっちゃうんですねなのでまあソニーのカメラを使って撮っていますがそれ以前はこの一眼レフカメラの DF を使って撮影していましたその話をさせていただきます 連絡させていただきますが M ギャラリーモナリザクロームギャラリーですけれども、えー、お待たせしました明日の夜アップロードをさせていただきます、えー、前回ちょっとミスがありましたのでミスがないようにチェックをもう一度した上で明日公開させていただきますお待たせしましたそれから あなたもこちらの方は大体もう目次ができましたので、えー、来週の中ぐらいから連載をスタートします主に退職者の皆さん方 YouTuber になって楽しみましょうということですねまあ実際に私が使っているカメラなどを参考に、えー こんなの使ったらいかかがですかっていうね提案も含めて細かく分かりやすく皆さん方にお伝えさせていただきます。まずこちらをご覧ください。ニコン DF ポートレートってなってますね。実は アルファを使う以前のポートレート撮影はすべてニコン DF を使っていました。この DF に 28mm、イによっては 24mm、それから 50mm、それから 85mm、これらのレンズを使って何年だ、2年以上撮りためました。 まあ時には DF2 台を使って撮影したりもしていますあるいは D780 も使ったことありますまあ単焦点レンズなのでカメラは2台いるんですよところがそれらの作品っていうのはもう暗い入りというかもうほとんど日の目を見ないまま眠っていましたちょうど2022年に ニコン DF 友の会社新展「一枚に込める思い」これを開催しましたこのグループ展をする前に実はほぼ作品は揃っていて2年ぐらいあるいは3年かけて撮り続けた作品を私いつも新宿のギャラリーで個展を開催してたんですよ1年に1回新宿で 開催するそうするとその時期に毎回来てくれる人いるんですよね。今年はこうだねとか去年の方が面白かったですねとかねそういうつながりって不思議と生まれるんですよ毎年開催してると。でその新宿で開催している個展のもう最後もう年なので。 これで最後にしようと思っていて撮っていたものですところが例のー病が世界中に蔓延しましまたそのことによって、えー、私が予定していた DF を使ったこのポートレートっていうのがそのまんま消えてしまったんですよ。 その後にこのニコン DF ともの会写真展はね開催はしましたけれどもここには使われていないんですよ。でこのようなね、えー、写真をたくさん撮りためていましたので,で新宿のギャラリーでもう壁という壁を埋めようと思っていたんですよね。ちょっとこのシリーズは なかなかねネットで公開しづらいあの写真でもあるんですよだからまあ古典とかでね、えー、見ていただくのが一番いいかなと思っていたのでそういうことを考えていましたニコン DF を使ってポートレートを撮るっていうのは非常に良かったですよ独自の世界が生まれるんですよ まあ、今はこのミラーレスを使って撮ってます。けれどもまあ、ミラーレスは本当に優等生の写真なんですけど。この？一眼レフの f マウントから作り出される。その空間表現とか世界観っていうのはやっぱり一味違うんです。アートの領域にこう持ってきれるんです。もうちょっと過激じゃないの？っていうぐらいたくさんの。 撮影をしましまたそれぐらいこの DF でポートレートを撮っているっていうのはすごい楽しかったですね。ただやっぱり一眼レフですから難しいんですよ。なかなかね思うようにはいかない。特に瞳にピントを合わせるってそんな簡単にはいかないんですよ。動いていてる被写体に 瞳にピントを合わせるなんて <laughs> もう一眼レフを使われている方なら分かると思いますがそんな簡単にはいかないんですよだからもう,もう顔にピントが合っていればいいみたいなそんな感じで取っていくで私は絞るのがあんまり好きじゃないからほぼ開放で使うそうするとまあ打率が悪い3割打者にはなれないんですね 2割割ととか2割2分とかまあそんな感じでしたねでもね先を見ていただくときっと理解していただけると思いますけども本当に独自の世界観を出したポートレートを撮れてますからこれはやっぱり多くの人に見ていただきたいなと思うんですね。F マウントのポートレートの良さっていうのはここにあるんだよって。 ほらどちらかというとねニコンって風景写真っていうイメージあるじゃないですかポートレートはキャノンっていう感じあるんじゃないですかそんなことないよ F マウントで撮るとこんな面白い写真いっぱいできるんだよっていうね、まあ、そういう世界を作ってやろうというね意気込みもあったんですよねそうやって撮り続けたあ写真です これ今年はととかしたいなと思いな思ますねスタジオをお借りしてスタジオの水槽があるんですけどもその水槽の中に沈んでもらったりね、えー、して撮りましたねまあ彼女ともう一人の子今、まあ、東京にいますけどもねあ,あ東京にいるか。 東京にいるっていうことは手伝ってもらえるっていうことでもあるかなまあもしかしたら、うん、やろうと思えば東京でまたできるかもしれない協力者がいればできるかもしれませんねまあそんな思い入れのある、うん、写真をもうこのポトレートもあと何年撮れるんだあと12年でおそらく終わりだろうと思いますが。 まあ最後の自分の集大成のような作品だけは形として何とか残しておきたいなって思っていますそしてそれが、えー、モデルをしてくださった彼女たちへの恩返しになるんじゃないかなと思います今夜もご視聴いただきありがとう